おまけのセイントパラダイスお前すはい、うん、今ちょっとプレ版のホームページ見てこの商品何だったんだろうって確認をしたんだが、うん、90年代に発売したセイントパラダイスが当時のイラストを使用してリニューアルしたものがこちらになるそうですね。で 注文受付数1注文につき12個まで買えるらしいんだけど12個これ12個買う人いるの<う>めちゃめちゃもう置いときたいのかな親戚一同全員全員とセイヤが好きとか普通3つ4つだよね買ってもね12個までの限定って逆に聞いたことない聞いたことないよね<ー> 1>, <laughs> 1ダースでしょ1ダース買うのかすごいねまあ言ってたもうでもここは多分、はい、あの新規だと思うあのこれゴッドクロスじゃないのゴッドクロス うん、あのアテナの血を浴びることによって強化されたっていうえアテナは死ぬんですか死なないねみ死を、ね、あのそうあのこのかなんかね壺に入れられるのよアテナが壺亀にでこの亀の中にいるとどんどん血が抜けて採石死ぬからっていうのに入れまあアテナはほら<う>次元式の死でいつも追い詰められるじゃん。次元式の死12の,<う>あの1時間ずつ住む 火が消えたら死ぬとか、あそれ覚えてる。あのサンクシャいてね。はいはい。あの矢が心臓に到達し死ぬのだとか。え、あれ以降もずっとその次元式のデスクやってんですか。はいあの闇のゲームをやってる。なんでずっとそんなポジションにこだってるんです。で次はえっとポセイドン。ポセイドン編に行くとえっと塔の中に閉じ込められて水が溜まってって最石に溺れて死ぬからって。毎回人質みたいなって。 アテナ、ピーチ姫ポジンージャ。で、これはメオハーデスと戦うときに亀に入れられて、時間経ったら血抜けて死ぬからって言われてて、もうクロスのバリエーション把握できてないんですけど、俺、うん、今のところ現状最強のクロスは何クロスなんですか？多分これ、ゴッドクロス。ゴッドクロス。じゃこれは最強なんですね。そう。うん、カムイってがあるんでね。ゴッドクロスは銀色なんですか？な、うん、多分俺も俺漫画で見てるからさ。 色わかんないのよ,よ、ね、プラチナのつもりなんじゃないかなプラ,かプラチナの輝きか1機一機はールキゴッドクロス全員分ちゃんと強化がある、ね、そう全員ゴッドクロスな。ね、全員あれ入るね。<ー> <coughs> こうしてみるとやっぱシンフォギアの元ネタってキサイント制御なのかもだああそうなんだ <laughs> これ セイントに同じ技は二度も通じはしない。うん、この言ってるだけかと思ったら、マジ設定だから、びっくりしますぎる。本当にだって。神の技すら聞かなかったからね。一発食らったら2回、二杯、二回目は。そう。通らない。神様の技すら。一度見たんで、聞かないよって言って、防いちゃうから。うん、くそげえやんめちゃくちゃでしょう。当然神はセイントじゃないんで、二回目食らうんですよ。うん、同じ技。うん、でも、こっちはどんな雑魚だろうが、二度は聞かないから。うん、きつ言ってるだけの。 言葉ってあるじゃん、はい、そんな技は二度は効かないぜって言ってるだけかと思ったら設定でマジで効かないんだっていうのを初めて最後の最後知ったのよ俺も逆に戦いに緊張感持たせるの難しいっすねそうなるともはやも技100個ぐらいないと無理よ車先生大変でしょうね、うん、自分で言っといてやばミスったって思うんですよねでも大丈夫普通に2回目食らってる時もあるからなんでだよもうそだよは緩く見て もう車田さんの漫画は緩く見て何でもありだろうそこまで言ったらもうそこら辺はもう緩く見てくんないとさまあまあそこはもう魂だから男の魂だから熱さがいいんだから先生はねかわいいなしゅうでなんとアテナもこれはアテナのクロスだ木戸沙織来ちゃうかっこいいねそして集合映か 冥王との聖戦はついにクライマックスへ突入、うん、彼らの戦いはいつ終わるんでしょうね今もなんか戦ってますよね一応漫画、うん、としてはここで終わったけどえ続きやってませんけそれまた新しい違うやつなのよだからセイヤーの話はこれで、えー、っとハーデスとドーンってぶつかって「うん、どうなったでしょう?」って終わったええー どドンってなった後に地上,の、うん、地上にカメラが映り、はい、みんながあいつら倒したかなって言ってるところに、うん、さっき言った、あのーうん、マリンさんが「せいやのお姉ちゃん見つけた?」って言って、うんあのー、車椅子に乗ったお姉ちゃんを乗せてきて「うん、ここにせいやがいるのですか?」みたいなことを言って「うんうん、ええ、あの星の向こうに」みたいなの言って星星に。 セイヤたちのシルエットが映り。説明。フィン。説明、えー。帰ってこないの？セイヤたちは。が一応、うん、原作のその最終巻はそうなってるんだけど、うんうん、今描いてるやつは、うん、全然違う話。じゃあセイヤたちじゃないですか？主人公たち。過去編なのよ。過去編？今<ー>今やってるやつって。そっかー、そういう終わり方だったんだセイとセイって。うん うん興味深いなやっぱいっぺん読み直すかでもアニメは設定がだいぶ違うみたいだからな <laughs> どっちの知識で偏いか分からなくなるな <laughs> えっとね設定があまりにも違うため両方を見てほしいんだよねきついわ <laughs> 漫画を見た後にアニメまでいくと、うん なるほどっていうシーンがいっぱいある。るるあ、時間稼ぎに入ったなとか。時間稼ぎいやいらなくないその時期。時間稼ぎに入った瞬間で。<laughs> 明らかにおかしい話があるんだもん。う確かに俺は誕生日の話は見たいすごく。<laughs> どんなつらさげでやってくるみた誕生日常半だから。うん、ああとカシャ好きそうなので言うと、何話だったかな、五話か七話ぐらいで、うん、あのー、なんかね絵が明らかに違う絵があるの。 キャラの絵が作画崩壊のじえとその絵がどうも噂によると猪俣睦さん井上先生が,がコンテ書いてんだたかな、えー、違ったかな,なんかねちょっと覚えてないんだけど、うん、そういうちょっと別な方がゲストで入ってるんだけど、うんうん、多分その色を強く出して OK って言われたのか、うん、客席によく見たら違うキャラいっぱいいるの。 なんか、ミンキーボーとかいた気がするよ。ああ<ー>。そういう系。あのね、昔のアニメは。あるじゃん。よくあったんですよ。実はメゾン一国にもあるんですよ。ミンキーボーええ、あの、文化祭のな。なんでみんなミンキーボーも書くの。文化祭のシーンで、うん。映り込んでるんですよ。いろんな。別作品のキャラクター。はい,は,いは,いはい、はい、はい。ダーティーペアとかいってました。ああ、文化祭だから、コスプレみたいな,なのか。そう、そう、そう、そう。あとはつぶらや系の、ガラモンとか、うろついてますね。ね ななんんかみんな好きだよね<う>あの時代のクリエーターさんってさおおらかですねウルトラマン好きだよね好き好き大体ネタにしてるから昔のアニメならではすな調べたら出るかな「人気ンミンキーモゴセイント・セイヤミンキーモゴで調べたら出るかな出てくるでしょうまあ原作には当然ないんでしょうけど5話だね本当だがっつり映ってるわ、うん、第5話でした絵柄もだいぶ違うんですか 違う。れあれ今ペルシャもいました。どれ？これ。これ別の魔法少女する。<laughs> いっぱいいるのかな。いっぱいいるな。これは違う？うん、これはこれはうるせえやつだね,ね。あこれねあのメゾン一国とうるせえやつらとかでなんかコラボしたやつの絵じゃないですか。あそうなんだ。うん。なんかあったんですよそういう企画が。 ちょっとこういうのもあるから、うん、やっぱアニメもちゃんと見ないことには楽しみきれない全何話よ「セイントセア」の懐の深さがわからないどうせまた100話単位なんでしょうその頃のアニメって1 0 0あテレビシリーズだけだと、うん、多分120ぐらいじゃないうんじゃあ見るかってならない120は。 120くらいって言われてもシーズンでいうと3シーズンだからあのゴールド・セイント編と、うん、アニオリのアスガルド編と、うん、ポセイド編だから、うん、でその後 OVA に行って、うん、ハーデス編になるなるほどなるほどいやならないきつい,い人生が足りないよ見てほしいな、まあ、まずは原作から入りますよ原作が原作なら全何巻だそんなんでもないで原作少ない、うん、そんな多くないじゃあ原作読んで。 ちょっだ聞いたことあるよんでわしゃまであのコンシロセイントセイヤーやろう長くなっやりたいねコンシロセイントセイヤー語りたいのセイントセイヤーやってもいいけどもう。暑いから暑いからちなみに俺こんだけセイントセイヤー本編でもいじり倒したからちょっとバカにして見てんだろうと思われがちなんだけどちゃんと感動して泣いたりしてるからええ長間さん本気で好きなのが伝わってきますよセイントセイヤー泣くシーンいっぱいあるからうん やっぱ仕事で「セイント・セイヤで関われるってなった時はめちゃめちゃ嬉しかったんですか嬉しいねうしかった嬉しかったんですねそりゃあ感動もひとしおだろうなこんだけこんだけ幼少期のことを覚えてるコンテンツだもん人生で一番好きって言っても過言じゃないくらい覚えてるでしょそれそうああ渡ると「セイント・セイヤ近いぐらい覚えてるでしょでしょああすごいわじゃあ俺も語れるようにとりあえず原作をやってみますかねはいそうしてくださいということで終わりましょうかね